こちらは4月1日にオープンした江戸川区児童相談所、通称ハートポートです。オープン前の内覧会では、地域の関係者をはじめ警察や学校の先生方など多くの参加者が施設内を見学しました。隅々まで配慮が行き届いていて、ちょっと予想以上に素晴らしいところだったので驚きました。明るくて広々としていますし、子どもたちが安心に過ごせるような工夫がたくさんされているなっていうふうに思いました。皆さんも児童相談所のことを耳にしたことはありますよね。でも実際どういう役目を持った施設なのかご存知でしょうか。今回は23区で初めての区立児童相談所ハートポートについて詳しくご紹介します。江戸川区がいち早く児童相談所設置に乗り出したのにはどんな理由があったのでしょう。長年都内で児童福祉に携わってきた江戸川区児童相談所の上川所長にお話を聞きました。2010年に江戸川区で、小学校1年生の男の子が児童虐待により亡くなるという、痛ましい事件がございました。そういった事件をもう二度と起こしてはいけないと、江戸川区の子どもは江戸川区で守るべきじゃないか、一貫したですね、防止に向けた支援が必要だというふうなことから開設に向けた取り組みが始まったと。これまで児童相談所は都道府県や政令指定都市などにしか設置できず、江戸川区も都立高等児童相談所の管轄でした。しかし児童虐待に関する相談件数は年々増加し、都内では10年間でおよそ5倍に増えています。こうした現状や過去の悲しい事件を踏まえ、江戸川区は独自に開設できるよう制度の変更を求めてきました。そして平成28年に児童福祉法が改正され、特別区も設置できるようになり、この4月江戸川区と世田谷区で新たに児童相談所が開所したのです。設置に向けて区では警察などとのネットワーク作りや職員の勉強会など全庁を挙げて様々な準備が進められました。また愛称を一般公募しハートポートに決定しました。ハートポートは全ての子どもたちにとってなくてはならない施設です。では具体的にどのような役割があるのでしょうか。ハートポートの大きな役割として相談や一時保護、支援の3つがあります。相談機能は最初の窓口として子どもに関する幅広い相談を受け付けます。虐待や不登校、また保護者の病気や離婚といった生活状況などについて子どもを取り巻く地域のすべての方々からの相談をお受けします。相談室は子どもの権利を第一に考え、聞き取りを行う際に心理的負担がかからぬよう配慮した作りになっています。そして保健師や保育士、心理の専門職などが相談をもとに調査や診断をし、支援方針を決めていきます。そしてハートポートには必要に応じて一時的に保護ができる一時保護所も併設されています。一時的な保護には緊急的な保護、行動評価のための保護などの目的があります。
全国の児童相談所を研究して作られたハートポートの一時保護所は、4つの基本理念に基づいた先進的な施設や環境が整えられています。長年他県で児童福祉士やソーシャルワーカーなどとして活躍し、一時保護所の所長経験もある茂木課長にお話を聞きました。まずは子どもの権利が守られる施設であること、ユニセフでは生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利、大まかに分けると4つになります。ごく一般の社会の子どもたちが当たり前に暮らしている生活を再現したいな、ケアの質だとか職員の関わりだとか、失った大人への信頼を回復をして、で大人は助けてくれるんだなというふうに思えるような、子ども目線、子ども視線で子ども中心に考えていくと、その辺の姿勢をしっかりと持てるように準備してきた。心穏やかに過ごせる場所でありたい。温かみを感じられるように、全体に木造の感じが得られるっていうか、それから中央に吹き抜けの中庭を作っている。と境目は全部ガラス張りになってますので、開放感、明るさっていうのをすごく感じられる作りになっているかなというふうに思います。やはり数年前から児童養護施設なんかに関しても個室をできるだけ作りましょうというふうに言われてまして、現状ではこの個室の比率の高さっていうのはもう全国最高の水準だと思っております、はい、とリビングに隣接をして個室を配置してますので、子どもがちょっと一人になりたいなっていう時にスーッと個室に入るのも職員把握できるわけですね、まあ、国の基準の3倍4倍ぐらいの職員配置してますので、まとめて面倒見るんではなくて、一人一人のニーズに応じた形で子どもの対応していけるという、人の方の価値の保障もされているというところかなと思います。ハートポートの一時保護所では、職員がシフト制で24時間常駐、また医師や看護師、学習指導員などの専門職が生活を支援します。学習室や体育室などもあり、学ぶための環境も整っています。ハートポートでは相談や一時保護を通して援助方針を検討し、子どもたちが健やかに成長していけるよう支援をしていきます。子どもや保護者への指導、あるいは児童福祉施設への入所や里親への委託といった支援が提案されます。区ではこれまでも高等児童相談所と連携し、子どもたちの支援に取り組んできましたが、ハートポートができたことによって、より速やかに対応することが可能になりました。子どもの成長を地域で守る。ハートポートは、誰もが立ち寄れて、心の支えになる施設です。はっきり申し上げて、児童相談所のイメージっていうのが、非常に怖いイメージを持たれてるかなと思うんですが、江戸川区児童相談所は、ご家庭の問題であったり、いろんなものを一緒に考えていくような、そういった開かれた児童相談所っていうのを本当に目指しております。地域交流スペースを1階に置いたっていうのも一つのポイントだと思っています。里親サロンとか講座を開いたりして、まあ、育児のですね、手助けになればいいのかなっていうふうに思っています。で、2つ目がですね、児童相談所を中核とした要保護児童対策地域協議会のネットワークをですね、活用したさまざまな支援をやっていきたいなというふうに思っています。まあ、江戸川区の児童相談所はハートポートという愛称がございますが、本当そういう意味で、本当の意味で心の港になってほしいなっていうふうに思っております。子育てに携わる人は誰でも悩みを抱えているものです。
そんな時、あなたを支えてくれるのがハートポートです。子どもたちの笑顔を絶やさないために、地域力を生かし、町全体で子どもたちの健やかな成長を見守り支えていきましょう。ハートポートの詳しい内容はホームページでも紹介しています。お問い合わせはこちらまでどうぞ。